お来たここんんな感じでですす。かねい、はいはいえー、こんにちはトルーパーズの山中です、えー、サイトロンジャパンさんといって,言ってあの自衛隊なんかにも多く納入されている、えー、光学機器メーカー、まあ、ライフルスコープとか、まあ、他にも双眼鏡やら何やら、まあ、そんなサイトロンさんから、えー、いろいろちょっと入荷したので、まあ、いくつかラインナップをちょっと紹介していきたいと思います。うんえー、まずはこちらの単眼鏡 モノキラー sc 八二一 mr これは今やってた通りこういった中にレティクルミルスケールが内蔵されているっていうやつでまあまあこうやって覗くやつですねボディ全体はこうやってちょっとラバーっぽくなっていて落とした時の衝撃にも強そうですで、同じくそのミルスケール内蔵の双眼鏡 これも先ほどの単眼鏡を双眼タイプに変えたようなモデルで SC821BR というやつですね。ミルスケールが内蔵されていてされてないやつないのっていうことで今たまたまこう特売品でこういった TR821 っていうこれちょっとな濃い OD のカラーですね。これも倍倍率8倍と 帯物レンズが21ミリですよこれはちょっと今数量限定でお安くなっているのでよかったらお早めにどうぞと、うん、え続きましてこちらもサイトロンさんから、えー、とブライトテックシリーズこちらを紹介したいと思います、うん、まずはこちら EX200LT マルチランプといいましてえっ、ー、とバシッとうんランタンこれをここをひねるだけでパッとうん ハンディライトとしてても使えるよーってやつですねで。操作もとっても簡単でボタン1つでオンオフでんもう一回押すとこのようにストロボモードになる単純にその3モードですねこちらは200ルーメン炭酸電池を4本使用します停電に備えてお部屋や枕元にお一ついかがでしょうかで次は EX100FL こちらは炭酸電池を1本使うタイプで1インチよりちょっと細めなんですねボタンは1つなんですけどスイッチのオンオフここのダイヤルヘッド部分にあるこのダイヤルを回すことでモードが変わっていくという3段階の明るさとストロボモードその4モードがありますねなかなかね低価格で面白いライトかと思いますこれも割と人気なんですけど EX-100AL フラッシュライト こちらはまあこのように L 型というかな直角に照射できるようになっていてエンド部分にマグネットが仕込ままれています。そしてこのポケットクリップはついてるしこうやって割とヘッドバンドもついていてまあここにくっつけて使うんですけどこれをそのまま手に巻きつけて使ってもいいしっていうストラップまでついていて至れり尽くせり。 店頭のモードはストロボ SOS+3 段階、まあ、押すたんびに変わるってやつですね。ということでこちらブライトテックシリーズも割と低価格でお一ついかがでしょうかと,ということで今回はサイトロンさんのこんなもの扱ってますよっていう紹介の動画でした。下のの説明欄にサイトロンさんのお買い物ページ。 リンク貼っっおきまますす。のので、でよかったら検討の方よろししくお願いしますそれでは最後までご視聴いただいてありがとうございました店舗同様にトルーパーズではウェブサイトに他にもフラッシュライトやミリタリー用品サバゲー用品護身用品それぞれたくさん並べておりますのでよかったら見ていってくださいそして営業時間ただいま月火を定休日とさせていただいて。 水曜日から日曜日までの11時から20時までを営業としています。でよろししくお願いいたしますということで最後までご視聴いただいてありがとうございました。